会議のため撃たせてもらう。女の子なんか私の敵じゃない。
長。Thank you.
あんな女にやられるなって。大義のため撃たせてもらう。弱々しい女の子なんか私の敵じゃない。
女にやられるなんて。 落ちなさい。 魔女の住処か。ようやく来たようだね、団長さん。お前魔女か。もうそのくだりはいいから。 待ってましたよ、団長殿。だ、盗賊だ、団長。なんだと？
俺たちは傭兵団だ。よく言うわね。まああれでしょ、傭兵崩れの盗賊ってやつでしょ。十二聖女の末裔が何とも落ちたものですね。この城も元は十二聖女ゆかりの城。ところが没落し、裏ぶれた末裔の騎士が一人、よう恨みながらただ生きていただけ。ま、おかげで一つ目は簡単に手に入ったけどね。十二聖者？なんだそれ。ま、知らなくて結構です。ともかくあなた方はここの魔女を借りれば宝が手に入るという噂を聞いてここまで来た。そうですね。そうだ。それさ、私らが広めた嘘。あなたがリリアたちの標的なのよ。なんだと？俺がな？正確にはあなたが肌身離さず持っている伝来のお守りが必要なの。どうしてお守りのことを。一族秘伝のものだぞ。苦労したのよ、いろいろと。あなた、部下には大義のためと言ってこういう仕事をさせていますね。時には大義の名のもとに多くの人間もぶっ殺してきたよな。ああ、何も罪がないってのにさ。大義だろうが。俺たちが飯を食い、酒を飲む、生き延びる。俺たちにとってはそれが大義だ。それが全てだ。何が悪い。別に、ただ品がないです。品だと
ざけるな。ふざけてません。悪には悪の品というものがあるんです。私たちとしてはあんたの無様な振る舞いもさ、腹に据えかねるってやつなのよ。だからヒー様、あ、裏ぶれた無様な戦士よ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけ。